2016年6月12日、中国版ツイッター、ウェイボーで、日本のゴミ分別について紹介する書き込みがあった。書き込みには、日本では、ゴミを種類ごとに異なる色の袋に入れて出す必要があり、しかも、毎週決まった日時に、指定のゴミを、指定の場所にしか出せないと報告。ルール通りしなかったら、ゴミ輸送車は、そのゴミを持っていかないのだと紹介した。これに対して、中国のネットユーザーから、様々なコメントが寄せられた。これが、日本のことを好きになる理由だ。すべてに秩序がある。文明的な生活を送りたいと思ったら、ある程度の代価も必要なんだよ。でも、この種の代価は支払うに値すると思うがね。私も、こういうゴミ分別の生活をしてみたい。これは日本の生活に対する真面目さと国民の民度を体現しているな。俺たちは20年かけても追いつけそうにない。この国を見てみろ。ゴミの分別？道路や川にポイ捨てしなければかなりいい方だ。中国のゴミ分別は形式的。ゴミ箱は分けられていても収集時は一緒に持っていく。この国では、医療ゴミすら、どこに捨てられるかわからないからな。ゴミ収集の人は、針やガラスでよく怪我をする状況なのに、生活ゴミの分別なんて。日本ではペットボトルを捨てるのに、蓋とラベルとペットボトル本体の3種類に分ける必要がある。日本人の生活って疲れそうだ。